はい、小泉です。今回は、ダンベルを使った、ね、ローイングをしていきたいと思うんですけど、まあ、一般的なのはよくこういうワンハンドローイングって言われる、ものが一番一般的なんですけれども、まあ、また別の動画でフラットベンチに寝っ転がって寝てやるローイングも説明しました。で、あれまあちょっとイメージとしてはこうスパイダーローイングというかね、スパイダーローに近いかなと思うんですが、ちょっと今回はインクライン、ベンチに角度をつけた状態でこうやって、ローイングをやると。で、まあ、もちろんローイングで背中の種目ではあるんですけれども、どちらかというとこれぐらい角度がついてくると三角筋後部、三角筋の後ろ側の収縮をすごく意識することができます。だからまあリアレイズによって三角筋後部を刺激することもできるんですけれども、これだとね、本当にもう何も考えないでただ重量に引っ張られて、そしてその重量を引き上げるということをやることで、まあ、背中から三角筋後部をしっかりと刺激することができるので、ぜひ試してみてください。はい、おすすめです。